話してみましょうか。かわいいね。あ、私は、はい、私は子犬のワンちゃんとセルフプレイしたんですけど、皆さんどこの場面か覚えてますか？に覚えてますか？はい。その時に気温が34度で、30度だったのよ。まだよ。34度ですっごい暑くて、もうみんな水ください、水水ってなったんですけど、子犬のワンちゃんのおかげで私は汗も吸えてとっても楽しく撮影できました。あ、ありがとうございます。で、私たちがミュージックビデオを撮るとき、本当に暑かったです。 So hot。 34度差だと思います。まだ34度まで。それで私たちみんなたくさん焼けました。また、そうよ。マシ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 、お水飲んでもいいよ。네그래서저희지금하다하면얼굴이랑몸이랑완전다른색깔라서그러니까이상해요 이렇게까만아이들한테많이사랑해주세요。私たちお化粧すると顔の色と体の色が違っていてちょっとおかしいんです。ですけれども黒くなってしまったアイリーワンにもたくさんの愛情よろしくお願いします。まゆちゃんが話したいか、うん、あることがあるんですか。あ、じゃあねえ、그래서너무뜨거운햇빛에촬영을할때앨범등에신수로티셔츠를입었는데여기별모양으로탄거예요타투처럼말아주고싶었어요있어요で、すごく日差しが強かったんですね。で、その中で撮影していたんですけれども、エルゴはその時にシースルーの T シャツを着ていたんです。そしたら星の模様でそのまま焼けてしまったんです。例えのように今も残ってる。あ、おっとらこよ、そうそうそう、消えるようにって言って、ここゴシ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 洗ってるんですね。早く消えるようにって。そんなんじゃ消えないよ、おばあちゃんですね。あくさらけなくならないよ。あれだろ、おう、あらちゃん